今回はですね、千葉県は銚子にやってきました。いやー、まあこの銚子ですね、関東の一番東にあるじゃないですか。一度ね来てみたかったんです。そして銚子といえばもうお魚天国、鮮魚の楽園ということで、今回は千葉県銚子でグルメ旅やってみたいと思います。さあ、今回の旅の舞台、千葉県銚子市。銚子は太平洋に突き出た関東最東端の町。そんな銚子の海は黒潮と親潮が交わり、利根川からの豊富な有機物が流れ込むことで全国屈指の好漁場となっているんです。恵まれた漁場銚子は水揚げ量日本一。そんな銚子の海鮮を一度でいいから現地で食べたかったんです。さあ、銚子のうまいもんを探して旅のスタートは JR 銚子駅から。その銚子駅の中に入ると、こちら JR のホームがあるんです。なのにまた一つ改札がある。不思議でしょこれ。そしてその改札をくぐり抜けた先ずっと歩いていくと、あら、電車見えた。これ、はい、もう分かりますね、銚子電鉄なんです。銚子から外川までを結ぶ全長 6.4 キロの銚子電鉄。万年赤字の電気鉄道会社、これもう有名ですよね。そんな銚子電鉄、ユーモアあふれるオリジナル映画を制作してみたり、人気アニメーションとコラボをしたり、また濡れ線をはじめとした副業で注目を集め、なんと2022年6期ぶりに黒字決算になったんです。そんな縁起のいい電車、乗らないと。さあ、初めて乗車する銚子電鉄、その車内アナウンスはなんと子どもの声。そしてその車内アナウンス、ユーモアであふれているんです。次は元銚子、上り銚子、本銚子、京葉東園。何何、上り銚子、本銚子。型紙黒ハエ、型紙黒ハエ、髪の毛黒ハエ、型紙黒ハエでございます。ね、どうなのよこれ。型紙黒ハエって駅を髪の毛黒ハエってアナウンスしちゃう。そして駅見てこれ、本当に髪の毛黒ハエって書いちゃってんの。駅名違うの貼っちゃうってね、もうこんな発想普通の電鉄会社じゃありえないですからね。そして銚子電鉄、これ初めて乗って分かったんですけども、車窓から見える景色が素晴らしいんです。特にこの景色、そう、銚子のキャベツは生産量日本一なんです。なので車窓から見える緑豊かなキャベツの景色、これすごいですよ。さあ、銚子から乗って約10分、西足利島駅というところで下車します。いやー、この無人駅と去りゆく電車、いい絵だ。これすっげえシュールというか面白いな、銚子電鉄ということで、西足利島駅から海沿いへ歩いてきました。こちらの建物、これが今回一発目の食事です。さあ、中に入ると一山いけす、一度来てみたかった食事どころなんです。さあ、中に入ると、あ、サインがいっぱい。ああ、ほら安住さん、サインあるね。でもってずっと下の方を見てくると、これメイプル超合金の安藤夏さんでしたっけ。あ、これ元大横綱白鵬じゃないですか。いやー、すごい。そして店入ってすぐのとこにね、これ名前の通りいけすがあるんです。そして中見る、あら、これ魚いねえよ。魚いないんだけど、どうなっちゃってるのかな。さあ、行ってみるか。店内は座敷とカウンター選べるんですけど、僕1人なんでね、カウンター選びました。そのカウンターの前、これまたね、いけすがでっかいのがあるんです。でもなんか魚見えないよね。まあ、どうなってんのかな、コロナの影響なのかな。ということで、とりあえずビールで乾杯したいと思います。いやー、昼からビール、あんまりこの旅先で僕最近やらないんだけど、なんだかね、今日は飲みたい気分だったんで一杯飲みます。いやー、うまい。さあ、この一山いけす目当ての商品があったんです。それがこちら。どうですか、この伊勢エビ。まあ、伊勢エビが何尾入ってるかで印象変わると思うんです。ゆっくり見ていきましょう。さあ、まず奥から見ていくでしょ。これ手前に伊勢エビあると思うんです。さあ緑はこれピーマン、そしてあエビの尻尾見えた、これ長いよ右に、あさつまいもも下にあると思ったらかぼちゃも出てきて、これ伊勢海老だね。で奥にあるのも伊勢海老じゃないの、うん、3尾ぐらいあるよ、お得だよ。そしてこれカニの味噌汁もついてくるんです。いやーすごい。それでは念願だった一山いけすの伊勢海老いただきます。いやーすごい、これ一口食べると分かるんです。それは口当たりがとってもまろやかで濃厚なうまみがあるんです。いやーまだ食べたばっかりなんだけど本当に幸せ。そしてこの伊勢海老、もう香りが口の周り、丼の周りに広がっちゃって、伊勢海老とっても香りがいいんですね。さあとっても大きな器、ご飯が見えなかったんでちょっと天ぷら持ち上げてみます。ご飯結構入ってますよ。じゃあそのご飯行く前にまずさつまいも食べましょう。僕ももちろんエビ好きなんですけど、これ天ぷらになった時野菜も好きなんでね、いいですよさつまいもの食感。それからピーマンもいい、これ食感シャキッとして苦みのあるところがまたいいんですよね。そしてかぼちゃ、これ冬ですから季節もん、いいですよかぼちゃの天ぷら。なんだか心がほっと落ち着くような気がするんです。そっからの伊勢海老、いいでしょ、野菜挟んで伊勢海老伊勢海老野菜みたいな。いやーすごい、持った箸が休まらないとはよく言ったもんだけど本当に休まらない。そしてこの天丼のタレがご飯に染みついてね、このご飯も僕好きなんですよ。そしてねこのエビの尻尾、ここもねバリバリっとね食べちゃう、もうもったいない。さあそんな天丼食べながらビールを挟む、いやーいい休日だ、幸せだ。そんなビール飲みつつ今度はカニ、あらこれちょっと色っぽい足の組み方してるけど、カニの味噌汁いただこうじゃないか。するとどうなのこれ、カニの身こそ食べられないんだけどカニのだし効いちゃって、もうこれ濃厚、こんなのうまいの決まってる。さあ美味しい時間もあっという間、ラスト伊勢海老。さあ今回銚子で出会った伊勢海老天丼、お値段以上のボリュームと美味しさ、何よりこの香りを楽しめた、これが良かった。徳馬、さあ今度はですね犬吠埼というところにやってきました。そう一度行ってみたかった犬吠埼の灯台を目指して歩いています。ということでやってきたのは改めまして犬吠埼灯台、その高さは約32メートル。ほら白い幸せを呼ぶポストと青空、いい感じだ。というわけでこの犬吠埼の灯台、上まで登ることができるらしいんでね、今から早速登ってみたいと思います。高いところがあるとついつい登ってみたくなって、上からいい景色を見たくなってしまう、まあそんな性分があるんですけど。さあこちら入り口いい感じでしょ、狭いの、観光用じゃないから。ほら階段も狭い、これ上から降りてくる人来ちゃったらどうすんだろう、ちょっと心配になっちゃうぐらい狭いの。さあくる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 回るんです。これ高さ約32メートル、足腰鍛えて頑張っていきましょい。ほらほらぐるぐる、60って数字見えたでしょ、これ何段だったか忘れちゃったけど、さあ行くぞ。これ最後の階段、もう足腰ちょっとフラフラな感じなんだけどこの角度がきついんだ、うんそうはしご状になっててね。さあ登って外へ出ると、これどうなの、銚子の太平洋、ほら見えた、太陽もある、いい景色じゃん。いいね爽快、ちょっと風強いけどね。そして犬吠埼といえばあの東映映画のオープニングシーンの場所、これここなんです。ということで僕もちょっと撮影してみました。銚子といえば醤油でもさ、醤油飲むわけいかないじゃん。ということでね、せっかく銚子来たらね、あれ飲みます。それがね、この犬吠埼の灯台のすぐそばにある建物、こちらにあるんです。さあ、青空に映える白い外観が特徴の犬吠テラス、その中に入ると、ここ目当てのお店、これ銚子ビールのお店なんです。2017年創業の銚子ビール、こちらの店舗のすぐ横で醸造しているんです。ほら、タンク見えるでしょう。ということで当然いただきます。選んだのは3種類の飲み比べセット。まずは犬吠ホワイト IPA からいただきます。するとどうですか、優しい口当たりなのにしっかりとした苦みを感じる。そう、小麦を多く使用した優しい口当たりが特徴的なんです。これ一番人気の商品なんだそうで、まあその通り美味しいです。さあ、続いての一品、それはリバイアサン。そのリバイアサンとは、海の怪獣、平和の怪獣、神を除く最強の存在という意味だそうで、すごいネーミングですよね。そんなネーミング通り、強い苦みと強いアロマが口の中をうわーっと襲ってくるんです。さあ、飲み比べ3種類のセット、最後は犬吠ブラック IPA 黒ビールです。それではいただきます。するとどうですか、モルトの香ばしさ、それからリンゴのホップのアロマがガツンとくるんです。まあその割にはボディは比較的軽め。黒ビール苦手な人でもこれは飲みやすい、印象に残った一品でした。爆うま。さあ、続いてはですね、日帰り温泉にちょっと入っていこうかなと思ってるんですけど、歴史あるあの行慶館のホテルが、来年2023年の1月をもって閉館するということでやってきました。ということでやってきました。創業140年以上、銚子犬吠埼温泉行慶館、惜しまれつつも2023年1月16日をもって旅館としての営業を終了するんです。そんな歴史ある行慶館を利用した著名人たちは、島崎藤村、野口英世、伊藤博文、大正天皇、昭和天皇、そして私食べるトミー。いいんでしょうか、こんなとこ利用しちゃって。いいんです、お金払えば利用できます。さあ、こちら階段を上がったところに展望露天風呂があるんです。右手が夕日の湯、左手が朝日の湯となっておりまして、この日だけなのか日替わりで変わるのかちょっとよくわからないんですけど、男湯、男性浴場は朝日の湯でした。さあ、こちら大浴場の景色です。思ったよりこじんまりとしてるなーっていうのが印象的だったんですけど、どうですか、この湯船から見える太平洋の景色、海が広い。そしてね、またちょっとちっちゃめな露天風呂もあるんです。その露天風呂に浸かりました。いやー、すごい、これが140年以上の歴史のお湯でございますよ。いやー、すごい、海がもう目の前。こんないいロケーションのホテルが閉館なんて寂しいことだよね。行慶館、本当に長い間お疲れ様でした。さあ、お風呂に入った後はやっぱり食事でしょうということでやってきたのは、魚料理回転寿司の島竹。こちらの島竹、店内は面白い作りになっていて、右側が回転寿司、左側に進むと魚料理の定食などが食べられるという、そういう作りになっているんです。ということで僕が選んだのはお寿司です。そう、銚子で食べたいネタがあったんです。それは銚子の釣りキンメ寿司。いやー、キンメダイのお寿司一度食べてみたかったんです。するとどうですか、キンメって煮付けのイメージがあったんですけど、脂が乗っていて美味しいんですね。これしかも釣りキンメですからね、銚子じゃ釣りキンメ有名なんだそうですよ。さあ、続いての一品、それは近海ヒラメ。まあ僕このヒラメも大好きなんでね、楽しみなんですけど、いただいてみたいと思います。一口噛むとわかるんです。そう、このヒラメ腸がつくほどうまいんです。柔らかいんです。いやー、本当に生きててよかった。さあ続いては初めて聞きます、オキベーボで、これ見てよ、アワビみたいでしょ。そう、銚子アワビとも呼ぶんだそうです。まあつぶ貝の一種なんじゃないかなと思うんですけど、これ口に入れるでしょ、すごいのコリコリして、そして味もいい。何これ、初めて食べたよ。うん、まあ確かにアワビっちゃアワビみたいな感じがするんだよね。うん、騙されてもおかしくない。いいよ、騙された気分で。オキベーボ、いやーすごい。さあ続いてこれ大トロいきます。本マグロです。見てみましょう、この照りつや、すごいでしょ。それではいただきます。さあ一口噛むとわかるんです。それはもうこの甘さ、そしてとろけるような食感、もうまさに大トロです。本マグロです。ごめんなさいです。いや幸せだ。さあ続いての一品、イワシを選びました。イワシって魚特有の味とか匂い、そういうのがねうわってくる感じがするんですけど、まあ、そんなことないんですね。薬味のネギと生姜、これとの相性が抜群にいいんですね。いや美味しい。さあまだまだいきます。ポン酢かけてます。そう、これ白子いきます。やっぱり冬は白子いいんだよね、食べたくなるんです。さあそんな白子をお寿司でいただきます。するとこれもう正解でしょう。白子の甘み、食感、風味抜群、濃厚なんです。いやーいいよ、ここのお店調子いいよ、調子いい、本調子だ。さあ続いての一品、マグロの赤身いきます。これも本マグロです。さあどうなのこれ、お魚っていうよりも肉みたいでしょ。すごいよ、色も濃くて。僕お寿司の中じゃ赤身が好きなんでね、その赤身が美味しけりゃ美味しいほどなおいという、まあ当たり前なんだけど。さあどうなのこれ、もう食べるとね分かるの、肉肉しいっていう表現がいいのかな、いい意味でよ。本当にうまいの、もうトロに近い感じ、マグロの肉肉しさ。うん、肉じゃないんだよ、魚なんだよ。わかるかなこの表現、本当にうまい。まあでもね、本マグロって本当に美味しいと思うんです。さあ銚子に来たらお寿司だけどデザートいきます。それはこちら、だて巻きなんです。見てこの形、太巻きの周り半円形でだて巻きが巻いてるという、なんでこんな形になっちゃったのっていう感じなんですけど、銚子で伊達巻き、これ有名。そしてどこのお店行ってもこういう形で出てくるそうなんです。それでは初めて食べます銚子の伊達巻き。するとどうですかこれ、伊達巻き、いわゆる卵だと思うんですけど、卵の食感じゃないんです。まるで滑らかプリンなんです。いやプリン、うん、どうなのこれ、何口噛んでもこれプリンだわ。いやすごい。さあ今回島竹さんで味わった銚子と近海のお寿司の数々、大満足です。とくま、さあということで銚子駅に戻ってきたんですけども、銚子の醤油ね飲むことできないじゃないですか。でもやっぱり醤油飲みたいということで向かったのは、銚子をはじめとした千葉のお土産品あるいは食材などが手に入る銚子セレクト市場。その店先に向かうと、ほら、飲めないけど、醤油ソフトクリームが売ってるじゃないですか。これは食べてみないと。ということで、こちらが醤油のソフトクリーム。どうですか？醤油といえば醤油の色してるよね。それでは早速いただきます。初めて食べる醤油のソフトクリームです。するとどうですか？バニラのソフトクリームだけど後から醤油くるね。これ醤油って感じ。醤油インパクトって感じかな。いやいや、これ不思議だよ。醤油といえば醤油だし、ソフトクリーム醤油だ何度食べても不思議な味わい。ところでこの醤油、ヒゲタかな、ヤマサかな、まあいっか、そんなことは。謎馬、今ね12月なんですよ。で12月なんだけど、とってもね気候がいい、暖かい、なんかねそういうこともあってね、なんか今回はいいグルメ旅になりましたね。それから銚子で食べてみたかった伊勢エビ。伊勢エビって普通のエビと全然違うんだね。食感とか色とか味も甘みが深くてね、本当に美味しかったです。それから泊まった民宿、まあこれもね良かった。豪華な料理、あんな値段でいいんでしょうかって感じです。あとおかみさんの人柄も良かったですね。はい、では最後に一言言かしてください。銚子のグルメで心を豊かに、楽しかったでしょう。